はい、どうも、スバルです。前回の続きからそのまま、続けて撮影していきます。では始めていきます。はい、セーブしなかったね。はい、じゃあ行きましょう。さあ次は何かな。経営の書、これはやってないじゃない。これこんな字は見たことないぞ。ギター白江さん来ました。さあよし、ダンディ実像ですね。確か病院に転移さんかな。確か、おっとっと、なになに、勝手に動いてるんですけど。ん、あっとっとっと、まずはちょっと、あ、携帯、オッケーオッケー、はい、携帯電話を取りました。お、なんか読める、書類のようだ。一応ですね、ちょっと扉、ここの中も調べておきましょうか。開かない。おー、マジか。なんか開いてんのか、これ。よいしょ。おっとっと。開けらんない。なんもないよね。なんもなく、ここはなんもないと思うんですけどね、うん、こらショット。うん、なんかあった。天野の取材ノート9を入手。そして5年前に起きた黒宮病院関係者連続死亡事件。これは当時かなり大きな話題となり、多くのマスコミが騒いでいた。俺も聞いたことがあったが興味はなかったので詳細までは知らなかった。死亡した5人は看護師、医師、患者と年齢も性別もバラバラで、当時は薬品による連続殺人説やウイルスによる院内感染説などの憶測が飛び交っていたようだ。状況を比べると今回取材している一連の事件と類似しているのに気づいた。もしかしたら今回の事件と何らかの関係があるかもしれない。ただ病院はすでに閉鎖されており、どこまで事件の資料が残っているか不明。なるほど、ここに何かが、手がかりがあるっていうことなんだよね。まあそのまま思った、そのままのなんですけど。なんか出てきそう。怖い、怖いぞ。怖くない、怖くない。なんもない。はい、出ましょうか。うい、おお、え、院長、院長からのズームインか、これ。ちょっと。え？わかるか？ちょっと。うわ、めっちゃ怒ってるよ、院長。どこ？どこ？え？おっと、なんだよ、院長。院長、ちょっと、そんな元気あるの？今ピューンって飛んできたってことは鍵が開いたってこと？そういうことじゃない？やっぱりそういうことじゃない。よし、出てきたよ。ん？え？マジかよ、電気切れた。どうしよう、セーブしよう。よっしゃ、さあ行きましょう。どっか行こうかな。
うーい、怖い。電池が切れたでしょ？どうしたらいいんだろうね。前が見えないのが怖いんですよね。そうだよね、暗くてよく見えないから電池を取りに行かなあかんのよね。ちょっと分かんねえな。一個ずつ扉調べていくか。わあ、外科、これ入れへんの？わあ、そうなんだよ、暗くて見えないから。電池みたいなもんを探せばいいんだけど、電池がないから。診察室、開けよう。邪魔するでい。そうなんだよね、電池みたいなもんがあったらいいんだけどな。何これ、これなんか落ちてるもんね。ほら、これ見えてるやろ。暗くてよく見えない。何もわかんないの。とりあえずよいしょ。昨日訓説か。調理室、おーいっと、びっくりした。院長下に降りてったやん。でも下ほら閉まったよ。え、なに、え、チャリーンって言った。つかないもんな。鍵か。うい。鍵か。覚えとこう。鍵ね。あれ多分ロッカーの鍵だな。ちょっと上に行ってみましょうね。メールだ。え、病室か、あの部屋だよね。部屋に入ったらいいってこと？ここ行けるんじゃなかったか。204、よいしょ。さっきのとこどこなんだろう。これよくわかんないんですよね。わかる方いらっしゃいますかね。これどういう意味なんでしょうね。これ意味があって書いてあるのか全然わかんない。あれは電池か。
こじゃないもんね。うん、ここじゃない、ここじゃない、うん、ここじゃない。よし、よいしょと、204手術室、手術室じゃないの、あ、ここかな。よいしょ、んー違う、ここだよね。よいしょ、よいしょ、ここを、ここじゃない？違う、ここじゃない。ん？何？ダンディ今何？え？え、なんで今うんとか言った？え？焦るやん。なんでうんって言った？なんかあるってこと？そうだよね、暗くてよく見えないもんね。なんもないよね。なんでダンディうんとか言ったんやん、びっくりするやんか。ダンディちょっと、え、え、なに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 、救急車の音してる。あ、止まった。え、めっちゃ怖いわ、やばい、鳥肌立ってきた。ああ、開けれる。とりあえず電池を探さないとダメだ。これパソコンね。電池だよね。上かな？もう一回上かな？もう一個上っぽいな。教室やもん。いや、ちゃうわ。これなんかの上に乗っかって。いるのか。さっきダニーがうんって言ったから、違う、ここじゃない、あの棚の、棚の上に何かがあるはず。なんかここら辺だったもんね。でも位置的にここじゃない。うん、となると上と見たけど、まあいいか、行こう。3階かな、多分3階だと思うんだけどな。なんでダンディが、ちょっと待ってね、ここかな、多分ここだな。走れなんか聞こえてるし、ちょっとこれはフラグが立ってるんちゃうかな、これちょっとセーブしよう。ピアノが鳴ってんだよな。どっから、あっ、あった、
これ電池いけるんじゃない、これ。けどなんかちょっと切ない音楽やな。ここにほらいけるはず。よっしゃ、着いたー。やったねー。着いた着いた。これほらなんかある。なんて偶然、レイコちゃんが日々の日記。あーん、レイコちゃんが会う約束したけど事故で運び込まれた神楽さんだったみたい。思わず退院したって嘘ついてしまった。だって本当のことなんて言えるわ、言える筋がない。あ、またなんか違う、あれか、もしかして。え、なんで、え、なんで待ってんの、なんで待ってんの、電池切れたじゃないの。なんでそんなんでビビってんじゃん。ちょっとビビりすぎ、ビビりすぎ、ビビりすぎ。さてさて、鍵を取りに行こうかね。開かない。とりあえず一番下まで降りて鍵を取りに行きましょうか。けどこれまだ見てないとこも見ときたいな。よいしょ。前はここ携帯電話あったんだもんね。うん、あ、なんかあった。おにし、病室の片付けを始めた。患者さんはリコちゃんだけじゃないんだから、気持ちを切り替えよう。今すぐに無理だけど、このままこのまま塞ぎ込んでたって、誰にも、誰も救われない。そういえばご両親に連絡が取れないのはなぜだろう。こちらから連絡したのはもちろんだけど、警察だって調べてるはずなのに。この胸騒ぎ、なんだか嫌な予感がする。おー、また違う妊娠になってる。ジュース飲みたいな。ジュース飲みたいな。飲めないかな。飲めないよね。そっか。おい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 。あ、ん？誰？え？なんであそこ立ってた？枯れてる。そりゃいかん。あかんかん。なんで立ってたんやろ。なんかあるんかな。パソコン。パソコンでしょ。さっきの何なんだろう。よいしょ。あとはここですよね。食堂。おお。うわ、めっちゃいるやん。なんかめっちゃ、なんかいた。なんかがめっちゃいた。止まってた。どれどれ。日替わり定食800円、うどんそば480円、カレーライス500円。まあまあの値段設定ですね。まあまあですね。買いやすいですね。なんもないよね。
何もないもんね。うん、ウォッチ、うん、違う、出よう。うん、なんでそういうことするの、ダンディ。びっくりするわ、ほんま。時間も時間ですね。よし、今日はここで撮影はもう止めて、止めましょう。うん、なので懐中電灯を取ったので、今度はちょっと地下に、地下というか地下1階ですかね、院長が鍵を落としてたたんで、あれをちょっと取りに行こうかと思います。では今日はここで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではね、バイバーイ。